偽札史上最高の傑作といわれる T37 号が日銀秋田支店で発見されたのは去年の12月。それから1年、犯人は捜査の裏をかいて矢継ぎ早に20種類も製造、すでに298枚が見つかっています。これまでに捜査当局は2万名を超える空前の人員を投入、容疑者層20万人をしらみつぶしに洗ってきました。だがこのところ肝心の偽札がばったり途絶え、年内解決は絶望。こうした中で偽札のメッカ宇都宮では、刑事さんを先生に鑑定の講習会です。そして毎月曜日を偽札発見の日と決め、商店でも給料日のお役所でも、そしてお茶の間でも、町中がお札とにらめっこをしています。一方こちらでは、買い物をタダにしますと偽札発見コンクールを開催。お客さんは本物片手に鵜の目鷹の目です。ところがその結果は的中率 100%、 いやはや恐れ入りますとは犯人ならぬデパート側の弁でした。だが何といっても偽札発見の最大の窓口は銀行。ここ名古屋に本店のある東海銀行では、全国に先駆けて偽札鑑定誤相談窓口を設け、公開捜査に一役買っています。鑑定の手引きを書いたチラシまで用意。1枚でも怪しいものがあると顕微鏡で念入りに調べます。この聖徳太子は偽物か本物か。またこの銀行にはお金の博物館とも言うべき展示室がありますが、ともかく偽札の多種多様さは驚くばかりです。T37 号の犯人はどこに、伊藤校に席を譲ることになった聖徳太子こそいい迷惑です。